ボタルマンスーパーボタルデュー DX ディーン光沢です。うずべしうずべしということで、お待たせしました。8月6日土曜日、たくさん5個もボトルマン発売になります。その中で今日紹介するのはこちら、ドン。8月6日土曜日発売予定 DX カスタマイズセット。それでは見ていきましょう。はい、ということで、このカスタマイズセットの最大の特徴はこちらでございます。なんと2000通り以上のカスタマイズということで、このセットだけで2000通り以上もうめちゃくちゃカスタマイズができちゃうよというセットになっております。中身ね、並べてますけど、機体が2つにコアボトル、ヘッドパーツ、そしてカスタムパーツということで、まずは皆さんが一番気になっているであろうロングバレルを紹介していきましょう。もうロングバレル、もうその名の通りでございます。長いバレルということで、ライフルガーディマンにね付属してたショートバレルの大体 1.5 個分ぐらいの長さの、バレルでございます。こちらね、もう弾道を補正して超正確なコントロールショットがより打ちやすくなったバレルでございます。こちらですね、この付属の限定カラーのコントロールコアボトルだったり、あとコーラマル DX のねグリーンカラーのアーマーと組み合わせることで、こんな感じでね色の統一したコントロールのカスタマイズができますので、ぜひやってみてください。さらにこのねロングバレルはフットパーツがね、今回高い標準低いで3つあると思うんですけど、それに合わせてなんとね高さをいじることができます。これにより設置する場所がね増えますので、かなりよりね安定したショットが打てるようになっております。そしてさらにさらに、ライフルガーディマンのショートバレルとも連結することで、超超ロングバレルにもできちゃうので、ぜひライフルガーディマンをお持ちの方はやってみてください。続きまして紹介するのはこちら、ロングマガジンとマガジンスタンドでございます。このロングマガジンはですね、まあもうこちらもねその名の通りなんですが、アクアスポーツ DX のショートマガジンよりも長いマガジンになっております。こちらをねスピードコアにつけることで、キャップが、プラスで4つ入れることができるので5連射できるようになります。そしてですね、このマガジンスタンドもパーツを付け替えたりすることで、3つのね高さに合わせて調整することができちゃいます。こちらですね、スピードコアに付けられるので、今回はこのセットにね付いているあやわし DX につけて、この5連射するのがおすすめでございます。さらにこちらのロングマガジンも同じくアクアスポーツ DX についていたショートマガジンと連結することができますので、ぜひアクアスポーツ DX をお持ちのでもっと連射したいぜって方はやってみてください。続きまして紹介するのはこちら、あやわし DX、 新機体のあやわし DX でございます。こちらの一発打ってみたいギミックは、レバートリガーによる高速連射でございます。もうね、今までは全然ねこの違う形をしてますよね、このトリガー。こちらはですね、テコの原理によりこんな感じで、ね、すごい軽い力で押しやすいトリガーになっております。さらにこの押す面もね、めちゃくちゃ多分今までのトリガーの中でトップクラスに広い大きいトリガーになってますので、これによりこのウィングを持って片手でこう連射しながらキャップをこう入れてね、高速連射ができちゃうよというボトルマンになっております。こんな感じでね、制限時間内で複数のペットボトルをどれだけ倒せるか、そういう連射競技にもううってつけの、ボトルマンになっております。あやわしで高速の片手打ちをする時のコツ、片手はねこのトリガーとウィングをしっかり持って、もう片方の手でキャップをねあらかじめこんな感じで2個ずつ並べておくとかなり掴みやすいので、2個掴んでヒュッと入れてスムーズにね、こんな感じで連射ができちゃいます。ぜひ皆さんもやってみてください。最後に紹介するのはこちら、ケルペプス DX。 あのケルペプスがですね、ドリンクロスシステムで帰ってまいりました。おかえりということで、今回のこのケルペプス DX の一発打ってみたいギミックは、2発同時発射デュアルインパクトでございます。まあね、今までのボトルマンでもブレンドラゴンがねデュアルインパクトできましたが、ブレンドラゴンはね2体が合体してデュアルインパクトでしたけど、1体でデュアルインパクトが打てちゃうというボトルマンになっております。本当にねこれ強力なねパワーショットが打てちゃうんですけど、それをサポートするためのこのグリップですね、この手から伸びたグリップでをしっかり持って、このストロークの長いロングトリガーをキュッと押し込むことで、より超強力パワーで打てちゃうよという感じになっております。そしてですね、このホールドパーツもパワーコアボトルの、ホールドパーツと同じになってますので、さらにコラマの場合はね右側がラバーでしたけど、こちら両方ともプラスチックになってる
ということで、スピンはちょっとかからないんですけど、その代わりパワーがね、キャップにそのままドンと伝わるホールドパーツになってますので、2発同時発射のね、デュアルインパクトの超強力パワーで、こんなにね、ド派手にターゲットを倒すのがとっても得意でございます。はい、ということで、セットのね、内容を説明していきましたが、やはりこのセット、最初も言いましたが、カスタマイズパターンが2000通り以上ということで、やっぱりね、改造してなんぼというところでもございますので、最後にですね、ディーンがおすすめする、このカスタマイズをね、ご紹介させていただきましょう。ディーンおすすめのカスタマイズは、テルペプス DX スピードコアカスタムということで、スピードコアボトルね、このロングマガジン、そして綾鷲のレバートリガー、押しやすいレバートリガーを装備して、高速5連射。そしてですね、このケルペプス DX のグリップとマガジンスタンドで超安定させながら高速5連射を打ってターゲットをね、ドドドドドと気持ちよく倒せるカスタマイズになっております。そしてですね、ドリンクロスシステム搭載ボトルマンでございますので、正銃アーマーとコアボトルに分けることができちゃいます。ケルペプスはですね、デュアルコアボトルなので長いコアボトルになっております。そしてね、今ディーンが紹介したのはあくまで2000通り以上の一つということで、さらにね、たくさんの自分だけのね、カスタマイズをこのカスタマイズセットで皆さんもやってみてください。そしてね、夏にはね、こんなにたくさんのボトルマンが登場いたしますので、ぜひね、このボトルマン全部を使ったカスタマイズとかをね、考えてみていただければと思います。自分だったらね、このカスタマイズでやるけど、友達はこのカスタマイズで行くよとか、今日紹介したね、この身の回り用ものを使った競技も、友達とね、時間制とか、どっちが先に倒せるかとかやれば、対戦もできますので、ぜひ、友達とかご家族とやってみてください。改めまして、レイドブレイブ DX、ドクペピオン DX、アースローラー DX、アロサイダー DX、そして DX カスタマイズセットは、8月6日土曜日発売予定でございます。皆さん、よろしくお願いします。次回はこのカスタマイズセットと同じ日に発売予定のこの4体の機体を紹介したいと思います。それではアデュー。